I would still be in America if I didn't think that. So I wouldn't be here if I was planning on losing or if I thought I wouldn't win. I'm sure everyone is the same attitude. So yeah, I think I'm the one to beat. さあ姿を現しましたアメリカからダン・ヘンダーソン。グレコローマンの世界ではかなりの実力者。92年バルセロナオリンピック、グレコローマン82キロ級10位であります。全米グレコローマン選手権のチャンピオン、リングス・グルジア、ロクテス・バクーリです。この愛嬌ある表情、非常に素晴らしい性格をしています。ナイスガイのバクーリ、グルジア大会ではあの遺留品ミーシャに勝利しています。こちらもグレコローマンの実力者、ロクテス・バクーリ。第6試合トーナメント A ブロック1回戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー180センチ、90キログラム、ダン・ヘンダーソン。赤コーナー185センチ、107キログラム、リングス・グルジア、ご期待でバックさあ、第6試合です。左側がリングス・グルジア、ゴキテゼ・バクーリ、185センチあります、107キロ。そして180センチ、90キロのアメリカ、ダン・ヘンダーソン。グレコローマンの世界で実力者2人が対決いたします。これ熊川さん、すごいですね、グレコ対決ですね。そうですね、準対決、ただヘンダーソンの方がですね、はい、そのアルティメット大会ですとか、はい、各種バールズ大会出てるんで、その意味でちょっと有利かなって感じがしてるんですね。オリンピック級の実力者。今田村さん、うんっておっしゃいました。いや、あ、そうですね、ガードがガードのポジション、レスリングやってる割にはちゃんとしてると、はい、おっとこのパワーあふれるバクーリ。そうですね、あとはバクーリの規格外のパワーですね。そうですよね、こちらどう作用するか。17キロ上ですからね、クラスは全く違います。ロープを使っての攻撃はダメです。コーナーに押し付けています。これは自分の体を利用してバクーリ圧迫しようというところです。いい体勢になったら引き出すでしょうか。これでいいですね、押し付けた方がいいです。あ、そうですか。押し付けて休んだ方がいいですね。なるほど、自分の体勢返される、はい、と寄っていきます。おお、サボーリパワーあふれる攻撃です。コーナー、おーっと、すごい頭からいったか、肩から落ちました。なんと強引にスープレックスきました。2人ともなかなかテイクダウン許しませんね。さすがレスリングのは、強豪ですよね。ブレイクです。これはまたまた空手の対決、あるいは打撃の対決があるかと思えば、このグレコの対決があります。まあ、正確にはグレコではもちろんないんですけれども、しかしこのアルティメット経験者はクロークしてますね、クロークさん。そうですね、やっぱりね、みんなが、はい、おー、ね、これが17キロの差。フロント気をつけてですね。あっと行きました。抑えてバックを取ったのか、バックに、あ、ダメです。なかなかやりますね。イノスレット、危ない、右右右右側頭部、右。しかし首は太い、鍛えてあります。ロクテス・バクーリ、どっか出血しましたか。大丈夫のようです。ガードを上げまして、完全に打撃に行こうというもう気持ちを決めたようなダン・ヘンダーソンです。あのヘンダーソンですね、はい、あの得意はこうやはりテイクダウンを奪って、ええ、あの殴っていく、顔面を殴っていくという、いわゆるグランドバンドアンドバウンドという動きなんですけども、ただ今回はですね、このトーンに備えて、はい、その新規定義を用意しようと。膝危ないですね。膝を上げようとしていますけど、まだ来ません、まだ来ません。おっと、ダウンか、はい、フィニッシュ、フィニッシュ、ダウンですね、ダウンです。あ、これでダウンから、これはノックアウトということになりました。今、膝がボディに入ったんですかね。そうですね、ノックアウトでダン・ヘンダーソン選手の勝ちでございます。He looked barely really tough on his feet and on the ground. Looked like he had some good strikes. And his submissions looked, you know, good. Jeremy Horn's a really tough opponent and I think it'll be a good win for me.